今回はキーエンス思考×チャット GPT 時代の付加価値仕事術という本をご紹介します。まだチャット GPT を使っていない人は人生を悔い改めた方が良いという言葉はソフトバンクワールド2013の講演で孫正義氏が放ったものでした。この言葉にはチャット GPT がもたらす変革の重要性が込められています。本書を通じてチャット GPT の活用法を学ぶことで仕事の進め方や成果を向上させ付加価値を生み出すことが期待されます。近年チャット GPT を導入している企業は増えていますが、その効果を最大限に引き出している人もまだまだ少ないかもしれません。本書はキーエンスを日本屈指の高収益企業に育て上げた付加価値創造のプロセスをチャット GPT を用いてどう活用するか、その手法を丁寧に紹介しています。チャット GPT を活用する際に重要なのは、目的の設定とマイルストーンの設け方、問題の明確化、そして基本的な時間と予算の管理です。これらの要素を抑えることで、チャット GPT を効果的に活用し、仕事のスピードと質を向上させることが可能です。目的達成に向けた工程を進める能力は、情報収集、情報分析、目標設定の3つに分類され、すべてにおいて正しい知識が重要です。正しい知識を持つことは、正しい意思決定につながります。また、本書では、四五的社員になるためには、高い業績を上げる強い意欲と情熱を持つこと、そして自分の強みと課題を理解していることが重要であると指摘されています。チャット GPT を活用することで、若手や中堅社員は知識の成長チートを得ることができます。例えば、知らない業界の情報を必要とする場合、チャット GPT に質問することで、瞬時に知識を得ることができ、他者に頼る前に自力で成長することができます。文章作成においても、報告書や提案書、メールの作成が多い日常業務において、チャット GPT を使えば圧倒的に効率が向上します。文章の肉付けや要約など細かい作業も効率的に行えます。そして、プレゼン資料やスピーチの作成、プログラムのコード例の取得など、様々なシーンでチャット GPT は活躍します。特に対話型 AI としての特徴を生かし、質問を重ねながら深い知識を引き出すことができる点は重要です。また、チャット GPT は問題解決の魔法のプロセスにおいても力を発揮します。問題を定義し、情報収集し、問題解決のアクションを抽出し、アクションプランに落とし込む際に、チャット GPT のアドバイスを得ることで、業務のスピードアップが期待できます。本書では将来的にはコパイロットと呼ばれる補助的な存在が仕事や生活のあらゆる側面で活躍する時代が到来すると紹介されています。セールスコパイロット、マーケティングコパイロット、キャリアコパイロットなど様々な形で人間をサポートする AI が登場することが期待されています。AGI、汎用人工知能が実現すれば、ほぼすべての分野で人間の知恵を凌駕することが可能とされています。チャット GPT を駆使して、付加価値を生み出す方法を身につけることは、今後のビジネスパーソンにとって非常に重要です。本書を読み、チャット GPT の可能性に驚きと感銘を受けました。人間の知識を超える AI の存在が初めは脅威に感じられましたが、それを共に戦うツールとして捉え、自らの成長に利用できることが示唆されています。AI を活かして仕事を進め、新たな価値を生み出すことが未来のビジネスにおいて不可欠なスキルとなるでしょう。総じて本書はチャット GPT の活用方法やその可能性を幅広く紹介しており、現代のビジネス環境において必読の書と言えるでしょう。チャット GPT を使いこなすことで仕事に新たな面白みが加わり、個人のスキル向上にもつながることでしょう。未来を見据えたビジョンを述べ、チャット GPT を有効に活用することで、付加価値を創造し、自身の成長を促進できると確信しています。チャット GPT の進化に驚きながらも、
それを柔軟に取り入れ、自分のスキルや知識を補完する手段として利用することが肝要です。また、チャット GPT の利用は個人だけでなく、企業全体の競争力向上にも寄与することが期待されます。最後に、本書を読むことで、チャット GPT の力を理解し、積極的に活用することで、未来のビジネス環境で成功を収める一翼を担うことができるでしょう。新しい時代において、AI と共に働き、そのツールとして最大限に生かすことが、ビジネスパーソンにとっての重要なスキルとなることでしょう。これからますます進化する技術の中で、チャット GPT を使いこなすことは、自身の成長だけでなく、組織や社会にもポジティブな影響をもたらすでしょう。未来に向けて新しいスキルを身につけ、柔軟な発想でビジネスに貢献していくことが、持続的な成功への鍵となることでしょう。チャット GPT と共に、未知の未来への挑戦を楽しみながら歩んでいきましょう。